音がエンバペにとんでもない一言を放ってしまう。 www2月28日、マクロンと王族のカタール首長とエンバペが緊急会談。今までマドリー移籍を阻止してきたマクロンに注目が集まる中、エマニュエル・マクロン、君はまた我々に迷惑をかけるつもりか。笑い。カタール首長とマクロンはこの緊急会談でエンバペに何を伝えたのだろうか。迷惑かけてるのはマクロンでくさ。権力使って現代サッカーのトップを潰すのやめてくれ。対談はほぼ確定だし、エンバペのキャリアのためにもレアルに行かせた方がいい。発言がサイコパスすぎてくさ。ブラックジョーク的な何かだと信じたい。マクロンを仮に突破してもエンバペママがいるの無理ゲーすぎるって。エンバペをパリにいさせようとするのさすがにもう厳しいって。エンバペももう26の代なんだよな。2年前にレアルに来てたらメシロナに近づけたのにね。マネ知識。なお、パリ・サンジェルマンはエンバペに新しい契約のオファー出すことはなく、レアル・マドリードとの交渉をしているとロマーノが発言。ロマーノは前もエンバペのレアル外してるから信用できない。ロマーノはエンバペ報道以外なら信用できる。頼む、エンバペを自由にさせてやってくれ。エンバペがレアルに来たらリーダーもレアル一強になりそう。今一番の問題はママバッペなんだよね。バルサファンからすると今までエンバペをレアルに行かせなかったマクロンは有能。マクロンはバルサが好きな可能性あってくさ。エンバペと対戦するチームはマクロン、エンバ